こんにちは埼玉県東松山市の証書柴崎です今日は兄弟姉妹が亡くなった場合の不動産の相続登記について解説をしますそうですね相続人となる人がですね不動産所有者の兄弟姉妹である場合のですね相続登記の仕方を今日は解説しますそしてこの相続登記に必要となる書類についてもお話ししたいと思いますちなみにこのチャンネルでは相続とか遺言の手続きについて情報発信をしております で例えばですね、イチローさんという方が亡くなって、イチローさんにはですね、配偶者も子供もいなかったとします。で、イチローさんが不動産を持っていたと。で、イチローさんのですね、 親などの直系存続は一郎さんより先に亡くなっていますそして一郎さんには兄弟がいたとします姉のたけコさんと妹梅子さんがいたとでまあこの場合は相続人としては姉と妹という話になりますで今回はですね相続放棄した相続人はいないという前提でお話しします またですね、一郎さん、非相続人の死亡した後に死亡した相続人もいないという前提でお話をしたいと思います。ではですね、一郎さんの不動産を兄弟姉妹が相続する時のやり方なんですけども、遺言書がない場合はですね、次のような手順で相続登記をしていきます。 まず、戸籍等本を集めて、一郎さんの相続人が誰か証明できるようにします。そして、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。 でこの時ですね、その兄弟姉妹が相続人になったりですね、で、兄弟姉妹が亡くなっていると、おいめ、その亡くなった兄弟姉妹の子供も、老いめが相続人に入ってくるんですけども、この時ですね、兄弟姉妹、おいめの人数が多いとですね、この遺産の分け方の話し合いが難航する可能性があります。まあ、戸籍を集めて遺産の分け方を話し合って、そしてその話し合いの結果をですね、遺産分割協議書、 にしてですねそして相続人全員がそこに実印を押印しますでここの遺産分割協議書には印鑑証明書を添付しますでこれで集めた書類を使って不動産の名義変更相続登記を法務局に申請するという流れになりますでまず相続関係を証明する戸籍を集めるんですけども戸籍ってのはですね結婚したり転籍したり戸籍の改正があると一人の人でも新しい戸籍ができていく 行きますで新しい戸籍にはですね前の戸籍の記載内容が載らないことがありますなので亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのですね連続した戸籍謄本昔の戸籍はですね除籍謄本とか改正原戸籍謄本とか名前が違うんですけども生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取らないとですねその人に子供が何人いるのか証明できないということになります。 なのでまずですね亡くなった一郎さんの出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要になりますその他相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になりますこの例で言うと姉と妹ということになりますけどもこの2人がですね現在の戸籍謄本を取りますで戸籍謄本の取り方なんですけども 本籍地の役場に行ってですね、相続に使うから亡くなった人の戸籍等本を出生から死亡まで全部欲しいというとですね、その役場にあるものを出してきてくれます。ただですね、他の市町村から本籍が転籍などで移ってきた場合は、移転前の戸籍っていうのはですね、前の役場でないと取れません。 なので直近の役場で取得したですね一番古い戸籍を見てですねでそこにですねどっからどこの本籍から移ってきたということでですね移転前の本籍地が載ってますのでそれを見てですねその従前の役場にですね前の戸籍を請求するという流れになりますではですね亡くなった一郎さんの出生から死亡までの戸籍謄本を取ると説明したんですけども亡くなった一郎さんにですねと子供とか孫とか とかですね直系貴族がいたけども、イチローさんの死亡以前にその子供とか孫、直系貴族が亡くなっている場合は、ですねその直系貴族の出生から死亡までの一連の戸籍等本も必要になります。イチローさんに子供がいて、でその子供の出生から死亡までの戸籍を取って、ですね、まあ、子供にさらに子供がいないことを証明するということになります。でで次にですね 一郎さんに子供がいないとすれば、今度、一郎さんの親などの直系存続が相続人になるんですけども、その親などが、一郎さんの死亡以前に死亡しているということを証明するためにですね、直系存続の死亡の記載のある戸籍等本が必要になります。一郎さんの親のですね、死亡の旨の記載してある戸籍等本が必要になるということになります。で 一郎さんの死亡以前に一郎さんの両親が死亡している場合は、さらに上に行きます。 一郎さんの祖父母が相続人になってくるとなので基本的には祖父母が亡くなっていることもですね戸籍を取って証明する必要があるんですけどもその祖父母の生年月日からですね一郎さんの死亡時点でですね120歳を超えてれば祖父母の死亡の旨の記載になる戸籍は不要という扱いになることが多いかと思います。まあ、年月日から 計算して120歳を超えているんであればそこの祖父母の死亡の旨の戸籍等本はつけなくても大丈夫かと思われます。で一郎さんの,その親などの直系存続も全員先に死亡しているということが証明できたら今度は一郎さんの兄弟姉妹が。 相続人に入ってくるんですけども、イチローさんの兄弟姉妹が誰かを証明するためにはですね、イチローさんの両親の出生から死亡までの一連の戸籍投本も取る必要が出てくるとで。お父さんの出生から死亡までの一連の戸籍投本と、お母さんの出生から死亡までの一連の戸籍投本ということになります。で、お父さんとお母さん結婚した後はですね、同じ戸籍に載ってますので、同じ内容の戸籍はいつ あればいいんですけども結婚前はですねお父さんお母さんそれぞれ別ですのでお父さんお母さんが結婚する前の戸籍はそれぞれ取っていただくということになりますなので、まあ、お父さんとお母さんの出生から死亡までを取らないとそのお父さんお母さんに子供が何人いるか証明できないので、まあ、一郎さんの兄弟が誰かということが証明できないという話になりますあとはですね その被相続人、一郎さんの死亡以前に死亡している兄弟姉妹がいた場合は、その死亡した兄弟姉妹の子供が代襲して相続人となる。一郎さんの相続人となりますで。一郎さんの死亡以前にですね、姉の武子さんが亡くなっていた場合は、武子さんの子供が代襲して相続人に入ってくると、一郎さんの相続人になるということになります。で、なのでですね、その場合はですね、その亡くなっている兄弟姉妹、この例で言うと、 姉の武子さんの出生から死亡までの一連の戸籍謄本も取らないと、ですね、武子さんの子供が誰で何人いるのかという証明ができないということになりますので、まあ、こその戸籍を取るという話になります。で、まあ、このようにですね、戸籍を集めまして、ですね、まあ、その他必要になる書類としては、相続人全員の印鑑証明書、そして亡くなった人、被相続人の住民票、除票、まあ、住民票なんですけど、 なくなっているので助票という名前がくっついてますこれを本籍入りの住民票助票を取りますまたですね不動産を取得する相続人の住民票が必要となりますまたですね登記する時の収入印紙を計算するために固定資産評価証明書っていうのを役場の税務課で取ります で、まあ、戸籍を集めましたらですね、その相続人が誰かってことが証明できまして、そして相続人全員で遺産の分け方を話し合うと。で、その話し合いの結果をですね、遺産分割協議書という書類にします。 で、例えば亡くなった人のことをですね、まあ書いてですね、で、亡くなった一郎さんの遺産を次の通り分割しますということで、例えば不動産、この不動産は竹穂さんが相続するとか書きます。まあ預貯金のこともあればですね、預貯金のこと、預貯金は誰が相続するとか書いてですね、で、まあもしそれ以外になんかあった場合は誰が取得するとかこのように書きます。で、日付を書いて相続人全員の署名をして実印を応印します。 でまあ、不動産の記載方法を詳しく見ていくと、例えば次の不動産は竹子が相続すると書いてですね、土地をですね、所在地番、地目、地籍などで特定する。建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積などで特,特定しますで。これはですね、法務局で登記事項証明書、昔で言う登記簿投本なんですけど、登記事項証明書を取ってですね、それに記載してある通りにですね、物件を正確に記載してください。 これがです、ね、違ってると相続登記が通らない可能性がありますので注意してくださいまたですね固定遺産評価証明書とはですねこの登記事項証明書の表記違ってるケースもありますので固定遺産評価証明書の通り書いてしまって実際登記簿と表記が違うと登記が通らない可能性がありますのでご注意ください、まあ、司法書士に相続登記を依頼するならですね遺産分割協議書の作成も司法書士に任せてしまった方が確実かと思います あと、不動産ですね。亡くなった方が持っているのがですね、持ち分だった場合は、その持ち分を書いたりします。持ち分、例えば1 2分の1とか書いておきます。で、亡くなった方が持っているのが区分建物、まあ、マンションの一室だったような場合はですね、登記簿登本を、登記事項証明書を取って、それに記載してある通りにですね、まあ、1等の建物の表示、所在とか、 建物名称を書いてですね、占有部分の建物表示として家屋番号とかですね、建物名称、種類、構造、床面積などを登記事項証明書の通りに正確に記載します。で、敷地権マンションが建ってる敷地についてですね、登記、まあ、事項証明書に表記があるケースがあるんですけど、その場合はですね、まあ、敷地権のことも書いておきます。符号所在地地番、目地ととかか、種類 割合を登記事項証明書書の通り書きますであとはですね例えば不動産を竹子さんが相続する代わりにですね竹子さんが他の相続人梅子さんにお金を払って生産するというやり方お金を払って調整するというやり方もありますまあ代償分割と言いますけども次の不動産は竹子が相続すると。 でその代わり、竹子は第一条の代償として、いくらを、何万円をですね、梅子に対して払うみたいにですね、お金で調整するというやり方があります。で遺産分割協議書の注意点としては、まずですね、判子実印を押すとき、陰影は鮮明に押してください。不鮮明だったりですね、ぶれてしまったりすると相続登記、通らない可能性がありますので、判子はですね、鮮明に押してください。あとですね、ページが複数枚になる場合はですね、 継ぎ目に経因、まあ割因と呼んでる人がいるかと思うんですけども、その実印でですね、このページとページの継ぎ目にかかるようにハンコを押してってください。相続人の実印を継ぎ目にかかるようにですね。 していいくととうことになりますあとですね遺産分割協議書印鑑証明戸籍類一式はですね相続登記が終わればですね原本還付という手続きをしておけばですね法務局から戻ってきますなのでその戻ってきた遺産分割協議書とか戸籍を使ってですね預金の相続手続きに使い回しすることもできます。 で銀行は、ですね、だいたい戸籍とか一式出すとコピーして返してくれますので、まあ、基本的に不動産の名義変更と預金の払い戻しは戸籍とか遺産分割協議書、印鑑証明書、1セットあればですね、使い回しができるということになります。 あとですね、不動産の相続登記ならですね、印鑑証明書の期限っていうのはないんですけども、預金の払い戻しの時、金融機関の相続手続きの場合は、金融機関が印鑑証明書の有効期限について、6ヶ月とか3ヶ月とか、独自ルールを定めてますので、注意してください。あとは、遺産分割協議書の記載方法によっては、相続登記は通りません、通らない可能性ありますので、司法書士に相続登記依頼する場合はですね、遺産分割協議書の作成も任せてしまった方が、 確実かと思います。で、まあ、戸籍取って遺産分割協議書を作って、印鑑証明書をまあ添付してですね、そして法務局に相続登記を出すということになります。まあ、相続登記の申請書とか、遺産分割協議書、まあ、印鑑証明書を添付して、戸籍一式とか住民票、固定産評価証明書をですね、つけて法務局に 登記を申請すするとということになりますで相続登記の申請はですね、ご自身でやるのが手間な場合はですね、必要に応じて司法書士にご依頼いただければと思います。相続登記申請書のサンプルとしてはですね、まあ、例えば所有、登記の,の目的所有権移転でですね、原因としては年月日相続、そして相続人として、まあ、非相続人で誰々、そして相続人の住所、氏名を書いて、犯行を押すと。 添付書類として、登記原因証明情報、住所証明情報だとか書いてですね、まあ、どこの法務局に出しますと。で、課税価格はいくらです。これは評価証明書を見て、ここを記載するんですけども、課税価格がいくらで、そして登録免許税は課税価格の0.4%、セント、千分の4ということになります。で、登記する不動産の所在とかですね、所在地盤、地目地籍等で特定するして、物件を書いておくということになります。 で、相続登記申請してですね、大体、法務局によって違うんですけど、1週間とか2週間とか3週間すると登記が完了します。で、登記完了するとですね、今、権利証っていう書類は発行されないで、パスワードの書いてあるですね、登記識別情報通知というものが交付されます。で、その登記識別情報通知のですね、ここ剥がすとですね、 パスワードが書いてあります。登記識別情報っていうんですけども、パスワードが書いてあって、その不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れるときにですね、このパスワードが必要になりますので、最後これが交付されたらですね、なくさないように保管しておいてください。で、これで一通りですね、兄弟姉妹が相続人のときのですね、不動産の相続登記について説明してきたんですけども、 相続人にですね、兄弟姉妹が入ってくる場合でですね、まあ兄弟姉妹、場合によってはお姫も含むんですけども、その数が多いとですね、遺産分割の話し合いが難航する可能性があります。で それがですね、予想される場合はですね、生前に遺言書を作っておくと良いかもしれません。遺言書があればですね、遺言書を使ってですね、その遺言書で不動産を取得、相続するとしたですね、されたですね、相続人が単独で相続登記を申請できます。 司法書柴崎事務所ではですね不動産の相続登記預金の相続手続き遺言書作成支援等に関するご依頼を受けたまっておりますご依頼をご検討の方を対象に初回面談相談を無料で受けたまっております面談相談をご希望の場合はお電話またはホームページからご予約くださいホームページのリンクは概要欄に貼っております埼玉県東松山市の司法書柴崎でしたご視聴ありがとうございました